そうだね。
王子様と王女様なんだから、きっと忙しいんだよ。眠いの？寝てていいよ。二人が来たら起こしてあげるから。無理しなくていいんだよ。それならいいけど、じゃあ紅茶のおかわりでも頼もうか。ゲルダ、どうし、寝てるの？やっぱり寝ちゃったか。慣れない場所で疲れてたのかな。いや、俺のせいか。ずっと気を張ってたんだよね。もうどこにも行かないでって。怯えたような目をしてた。俺も君の隣が一番暖かいよ。このままこんな時間がずっと続くなら、どんなに幸せだろうって思う。自分で決めたのにダメだな。心地よくて離れたくないって思ってしまう。ゲルダ、ゲルダ、起きて。王子様と王女様が来てるよ。